さあ、ショーキャリー遊んでいこうと思うんだけど、まだね、欲しいスキルが、強いスキルが未だに揃ってないっていうところがちょっと悲しいんですけれども、でもなんとか手持ちのスキルで頑張っていこうっていうことで、リンドブルムの雷翼、これちょっと今日使っていこうと思います。自身の移動速度が大幅にアップ、6秒間っていうやつで、攻めにも、逃げにも使えるっていうやつで、割と課金勢の人に追いかけ回されると面倒なことになってしまうというところがあるんで、これで逃げたり、で、その課金勢の人が体力少ない時にはこっちが攻めに行ったりとか、そういう感じでちょっと立ち回っていこうと思います。さあ、来た。じゃあ、まずは、いきなり座ってる人いるね。じゃあ、とりあえずご飯パクパクタイムから始めます。まず大きくなりや、ご飯食べていっぱい。あ、で、ちなみにデュランダル使ってます。デュランダルちゃん使ってます。やばいやばい、暴れてる暴れてる。元気な人がいる、もうすでに。あれ、アバロンか。ぶっちゃけると、アバロン、もう完全に今追われてるね、俺ね。完全に追われてるね。こういう時の神速。こういう時の神速。これもんですわ。早速目つけられたけど。でもこういう風に逃げれると。そういうことだね。ぶっちゃけると、アバロンの方が強いと思います。デュランダルより。アクションスキルがね、使いやすいと思う。やばいやばいやばい。元気な人がいっぱいいるね、今日。凄ましく、しかもあの兵器。あのタレットムカつくんだよな。今、電撃放射してる。あれ、割とムカつくんだよな。とりあえず、ちょっとやばい奴らがいっぱいいるんで、今んとこはもう逃げに徹するしかないっすね。状況的には。しょうがないっす。で、あと、ちょっと待って、これ本当にしんどいぞ、今日。ボット倒して、成長するのもありだね。ここら辺にいるやつ全員ボットだろ、これ。違うかな？ちょっと待って、これ倒せんじゃないかな。これ多分ボットでしょ。いや、わかんない。やべ。ガチやば。もう早速狙われとるやんけ、これ。なんで俺を狙うの、こんなに。体力がないからか。目つけられてるわ。でも今の神速、リンドブルムのおかげで、なんとか、まだ生きながらえてます。で、待って、やばい。でも今調子こいてる奴らが体力ない時には俺が突っ込んでくから。リンドブルムで。でもいい絵撮れたわ。早速開幕。戦ってもいいかな。これ完全にボットなのよね、これ。今攻撃してくるやつ。もうね、ボットの動きが分かった。ひたすら攻撃してくんのよ。攻撃ボタンをひたすら連打してるのが、これ、こういうの、こういうの、こういうの。こういうのボットです。こういうのボット。だからこういうの食って、こういうの倒して元気に育っていくっていう、そういう感じだね。キル数上げていくっていう。いや、これはね、今回ね、長く生きることを目標にします。なんで、あ、ランクアップした。なんだか、向こう8か。トップ、あれ、トップの人、この人か。いや、違う。あれ、いや、いいんだよね、今の人だよね。あ、でも5キルの人が1位なのか、今。くそ、ちょっとボット邪魔だな、これ。圧倒的な邪魔。とりあえず長生きできてます。とりあえず長生きできてます。これは倒したいな。これはさすがに倒さなきゃダメだな。これ。左にいるやつ。ハム太郎？ハム太郎倒すか。ちょっと待って、これは倒す。待って、これどうしようか。じゃあ、神速使って、どうだ、これ。ブラックホール、倒した。ジャイアントキリング。あ、しかもダブルキル取れた。お、一気に2位に上がった。で、ていうか、あれか。あれ、アバロンの人も、帰ったか。あ、違う、帰ってないか。いや、帰ってるわ。帰ったね。あ、宝箱もうゴールデンだ。ゴールデンマーケットだ。じゃあもう、ぶっちゃけもうこれ帰っていいな。やることねえな、もう。いや、でも開幕結構絶望的な状況だったけど、やっぱリンドブルムのおかげで逃げれたからね。じゃ、最後これ1キルだけして。よし、これで帰るか。10キルしたし。で、あと宝箱もゲット。しっかりゲットできたし。よしよし。じゃ、早速宝箱開けるか。これね、やっぱりね、もちろん、記録も大事なんだけど、キル数とか、ポイントとかも大事なんだけど、やっぱりしっかり帰って、こうやって宝箱を、ね、開ける。あ、来た！来た、これでキャラ1人解放できるぞ。これが楽しみなのよ。
てかこれがないと前に進められないから、このゲームだ。しっかり変えて宝箱を開けようね。これが大事。これが凄まじく楽しみなのよ。何が降ってくる。あ、杖、魔法、魔導士系かな。岩盤テイン。うわ、服が完全にエロい。エロい女の人はすごく好きです。すごく好きなんで使ってみたいなっていう気持ちが今出ています。だって完全にあの股間の筋見えてたからね、今ね。筋見せながら戦うってそうそうないからな。じゃあ今日これもう一戦やって終わりにしようと思います。ちょっと岩盤テインちょっと今度使ってみたいな。今日はもうバカみたいにこの体験で暴れ回るだけだけど、今日は。あと鎖釜も楽しそうだよな。てか単純に強キャラだと思うな、鎖ガダビラは。くるくるくるん。あー、槍みたいのもあるんだ。槍と、そっか、鎖釜欲しいな。待って、これ、元気な人いたね。これいけるんじゃないか。よっしゃ、よっしゃ。よしよっしゃ、ジャイキル。ジャイキル来ました。ジャイコキル。ジャイコキル来ました。今のもリンドブルで突っ込めたからだね。やっぱ足速いのは正義だね。さあ、とりあえず、のんびりやっちまってよ。この人、いや、狙ってきてるね、狙ってきてるね。狙ってきてるが、まあ、体力的には五分、ほぼ五分だよね。やろうと思えばできるか。いや、でもあんまりやりたくないな、これ。これどうよ。あー、逃げられるか。足速いと逃げられるんだよね、ブラックホール。あれ、なんか倒した。ボットかな？ボットっぽいな、今。いや、でもボットも稼いでるから、どんどん。でもなんかあれね、ボット倒すの、なんかあんまおもろくないというか、そこに時間使いたくねえ説あるからな。こういうのね。これ完全にボットです。ボットは味方につけていきたい。ずっと目つけられるから、ボット。これいきたいな、こいつ。なんとかならねえか。同じ体験同士。あ、ボットに目つけられてるね。ボットに目つけられてるね。なんとかならんか。よっしゃ、よっしゃ。よし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 。ご利用してきた。うわ、邪魔。あ、でもゴールデン宝箱をゲットできてるから、ゴールデンマーケット、一応ノルマ的には達成だな。とりあえず、宝箱を手に入れることが大事だから。じゃないと強くなれねえから。いや、この槍で、この槍ボットムカつくよね、これ。完全に狙ってきてんだよな、これ。誰かメテオ撃ってきたな。なんか倒し頃のやつがいないな。あ、待って、これは、これ狙いたいな。これは狙わなきゃダメ。ちょっと座ってるからね。あー、奪われた。これ、あー、今倒した。あー、俺が倒してないか。最後いいとこ取られちゃったか。すんげー切るってるな。でもまあ、切るが目標じゃないから今日は。まあ、そういう風に言い訳作っていくから、とりあえずね。キルは目標じゃない。宝箱ゲットか。待て。これ来てるか、時代来てるか、これ。お前、逃げれると思ってんのか、この野郎。F! しゃー！こういうことよ。一番美味しいところ持っていくのがリンドブルムよ。やばい、ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、逃げます、帰ります。すいませんでした。いろいろありましたけども。エリカ様いましたね、今1位。沢尻エリカ様います。危ねえ、今。ちょっと最後にもう一回キャラ別召喚できるっぽいんで、ちょっと召喚狙っていこうと思うんだけど、鎖釜行こうかな。鎖釜狙いでバルハラやってみようか。あ、てか、アバロンってあれか、チーム名のことか。俺、この会見持ってる名前、エクスカリバーか。名前ちょっと間違ってた。来い！鎖釜来い！鎖釜子ちゃん来い！降ってきて、鎖釜降ってきて、頼む。なんだ、今の。あ、ハンマー？これは、ミョルニル。全然わからないわ。わからないけど、新しい武器だから、ちょっと嬉しいわ。あれ？鎖釜だと思ってたけど、全然違うな、これ。ミョルニル、剣山なのじゃ。